こんにちは、モケモケです。シラミネです。今回はクエストシャルフィーダンスを攻略したいと思います。このクエストではどう猛かタマミツネの狩猟が目的となります。あれ、ダブルクロスの更新は一区切りついていかなかったの？アトラルカ討伐で区切りはつきましたが、一応ストックがこのどう猛かミツネまではあったので、ミツネの狩猟とミツネ砲の最終強化まではこのまま動画化しておきます。シナリオ的な区切りはアトラルカだけど、プレイ動画的な区切りはミツネ砲の強化までってことかな。長いことクラクを共にした相棒的な感じのヘビーですからね。それでは今回の装備とスキルを見ていきましょう。今回発動するスキルですが、貫通弾、貫通矢アップ、見切り1、回避距離アップ、回避性能2になります。もはや見慣れた安心の構成。それではクエストシャルウィーダンス行ってみましょう。早速どう猛かミツネ発見です。ナルガと共に見慣れた感のあるミツネ。ミツネ砲をメインで使っている関係上、頻繁に戦うことになるのは致し方ないですね。頻繁に戦っている割には毎回死闘を演じているよね。ミツネはどうも貫通弾の通りが悪いんですよね。通りが悪いって分かっているなら通常弾で来れば良いのに。そこはほら、あれですよ。何でも貫通弾というか、ただの思考停止じゃねえか。まあ、本当に貫通弾との相性が悪い相手には担いでいないので大丈夫です。大丈夫の意味がわからん。それでは、ミツネとの戦闘を見ていきましょう。逃げ寄ったな。はい、一撃で8割くらい削られた。さすがどう猛か個体。攻撃力がやばいですね。普通にピンチなわけだが。幸いお供が健在なので今のうちに回復です。おお、うなぎみたいに突っ込んできた。こちらは段差の影響を受けるのに、モンスターは段差の影響を受けないのはちょっとずるいですね。今回みたいな突進だったら段差に引っかかっても良さそうだもんね。おや、狩技は火薬装填を使ってるんだね。 G 級だとの場ではさすがに火力不足感は否めないので、火薬装填をメインに据えていきます。むしろ今までよくの場を使っていたと思うよ。の場でとどめを刺したりすると結構良かったんですけどね。見た目は果てだったからね。ひとまずここで時を飛ばします。現在5分張りです。ミツネは元気に暴れていますね。お供の一撃でダウンした。絶妙なタイミングでいい仕事をしてくれますね。倒れた向きも貫通弾を通すのに良い感じ。これは蜂の巣にするのがはかどります。おや、エリチェンしましたね。次のエリアで戦闘続行か。その前にちょっと寄り道を。何すんの。せっかくなのでミツネの落とし物を拾っていきます。落とし物って言っても多分涙だよね。ちょ、マジか。まさかの天秤ゲットです。これでミツネ砲の強化で無駄にミツネマラソンを強いられることがなくなりました。これは助かる。これだから落とし物を拾うのはやめられませんね。また時を飛ばします。現在10分張りです。エリチェンしたミツネを追って戦闘続行しています。お、怒り状態になった。怒り状態で叩き込んでくる連続攻撃が怖いですが、幸い段差の少ない開けたエリアなので、このまま戦っていきましょう。エリア3だと怒り状態のミツネを相手するの辛いよね。あそこは縦長で段差の多いエリアですからね。おや、ダッシュしてる。いつの間にかゲージも溜まってたのか。広いエリアでダッシュも可能になったので、これでますます戦いやすい状態になりましたね。ダッシュできるならミツネの動きについていけるからね。
ージ食らっとるやん。ちょっと攻撃すべて避けるというのは難しかったですね。とりあえずダッシュでやりチェンして逃げましょう。逃げ足がすごい速い。逃げ足では負けません。褒めてないぞ。ふう、無事離脱に成功しました。まさに危機一髪だった。また時を飛ばします。一気に45分狩りです。怒り状態のミツネに連続攻撃を食らい一撃してしまいました。ちょっと待って、情報量が多い。45分も経過したんか。そしてオスってもいるのか。思いのほか体力が多くて45分経過しちゃいました。いや、それは体力じゃなくて弱点部位に当てられていないからだろ。一応弱点もろとも貫通弾を通してはいたのですが、やっぱり貫通弾じゃなくって通常弾の方が戦いやすいんだよ。いや、でもうなぎの串みたいに貫通弾を通したいんですよね。せっかく細長い相手なので、ダメージ効率とか全然考えてねえな。あ、そんなことを言っている間にミツネがエリチェンしましたね。もうほとんど時間ないけどどうすんの。ここまで戦えばさすがに捕獲ラインまで体力減っていると思うので、このまま捕獲を試みましょう。一か八か感出してるけど、やってること自体はいつも通りだな。あん、不用意な罠設置に対する戒め。もう時間がないので、今はそういうのは勘弁してください。お、今度は設置できた。あとはかかるのを待つだけです。よし、無事捕獲完了です。タイムは47分16秒でした。マジでギリギリだったね。正直、ここまで時間がかかるとは思っていませんでした。なお、落とし物で天秤は入手しましたが、どう猛化素材が足りなかったため、結局どう猛化ミツネとは全部で3回戦うことになりました。この戦闘をあと2回やったわけか。まあそのおかげで素材も溜まったので、ミツネ砲の最終強化も完了しました。ついにこれでミツネ砲も完成か。さて、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。